ポケモンソルジャーの切ないです。 A0 です。ヘルピンです。僕たちはよくポケモンクイズ対決をしてるんですけど、ここでヘルピンさんが、まあ、なかなか勝てないんだよね。ダメージ計算のバルーンとかもヘルピンさん勝てなかったし、あと、まあ、図鑑ナンバークイズとかも勝ててなかったね。そしてこの前はとうとうヘルピンさんが勝てるようにヘルピンさんの得意ジャンルである色違いクイズやったんだけど、それは僕が全問正解でボコボコにしてしまったとはい、そうですねお二人のおっしゃる通り僕の実力が足りませんでした。先ほどまでのあなたたちのひどい言葉に口を挟みたい気持ちもありましたが、ぐっと今こらえています。どうしたの。全てを受け止めて今日は謙虚に行きますのでよろしくお願いします。やりづら。今日はね、心を入れ替えたんで、今日はお二人の胸を借りる気持ちでクイズに臨んでいきたいと思います。はい、よろしくお願いします、はい、というわけで今回はヘルピン接待クイズ第2弾、ポケモン図鑑説明クイズやっていきます。言うほど接待か。これ前回ヘルピンさんが勝てるっていう風に言ったクイズだよね。これ一つの企画の提案としてですね、まあちょっと言わせていただいただけであって、別になんかお二人にこれなら必ず勝てるっていうわけではちょっとないとは思うんですけども、俺も心の中ではヘルピンさん応援してるから。応援してって何？敵じゃないのか。で敵でありながらもね、一応図鑑説明っていうのは何かというと、ポケモン図鑑ってアニメでもゲームでも何かしらでありますけど、まあ、ポケモンの生態系だとかね、こういう暮らしをしてるよみたいなのがまあ書いてる、大木戸博士か誰かわかんないけど博士が書いてるやつだねあれ。まあゲームのバージョンによって違うので、まあどのバージョンから出るかはわからないですけども、それを当てるクイズということですね。ポケモンに限った話ではなくね、僕ってゲームの設定集とか裏話とか考察とか見るの好きなの、うん、好きそう。例えばね、遊戯王ウィキでカードのフレーバーテキストっていう雰囲気作りのテキストがあるんやけど、うん、それをウィキで一つ見るっていう、これで一日余裕で潰せます。本当に好きじゃん。となるとまあポケモン図鑑の説明ももちろんその例外ではないと、トイレとかでね見てる無意に時間を過ごすのが得意なんでそれやったら普通になんか強そうだけどなって思うけどな。今回のクイズのルール説明すると、あるポケモンの図鑑説明が表示されるので、それがどのポケモンなのかを当てていきます。だんだん違う世代の図鑑説明が増えていくので、まあ、それを見て早押ししていくっていう形だね。早押しで間違えたら他の誰かが間違えるまでお休み。さすがに全バージョンの説明とかまでは覚えてないからな。というわけでポケモン図鑑説明クイズやっていきます。第1問、バクテリア。テリア。はい、メノクラゲ。じゃあ一回行くとか、ドクラゲ。そんな甘くないでしょ。さすがにそう。でもそう、メノクラゲはちょっと思ったから、じゃあ片っぽ行くかって思ったの。じゃあはい、モジャンボ。いや普通にむずいな。これ見てる人はなんかすげえ簡単にポンポン分かる人いるのかな。普通に早押し苦手な人になってる。はい、ランタン。まあまあまあ、まあ、早かったな。早かったな。たまたまですよなんて嫌なんだけど普通に早押しが早かったね今。いやバクテリアとかさ、そういう現実世界にあり得る存在するさものが図鑑説明に出てくるのって初代のイメージだったから、初代から探しちゃった、うん、インド像代表的だよねやっぱり、うん、まあ、あとなんかランタンはなんかめちゃくちゃ光が眩しい、ありえないほど眩しいみたいな。なんか空想科学読本とか昔流行ったじゃん。 あれでランタンのエネルギーやばすぎるみたいな、うんなんかそう、なんかそう、そんな感じのやつ見た記憶ある。深海からなんか地上まで届くんでしょ。確か 5000m 深海から光が届くみたいな説明があったはず、うん、ランタン。詳しいね。じゃあ第2問、わっ、見たことある。なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、あれ、あの早押しあるある一旦押しとくやつやろうとしたけど普通に無理だったちょっと待って、はい。お、チャレンジしてる。これがモジャンボ。いや違う、なんだっけなんだっけなんだっけ、うわー、めっちゃ見たことあるんだけど、はい、あれだ、ひどいで。オッケー、ひどいでもひどいでも確かに、ね、あるけどよくひどいでって分かったね。これさ、サニーゴのさが入ってくる図鑑説明が出てきて、それが多分一番わかりやすいヒントっていうのの前のやつで答えられたってことだよね今これ多分。そう、再生力っていうあれがヒントやったな。でもジャンボもそれで答えたんでしょ。そう、再生力といえばモジャンボなのかなんか頭の中にモジャンボがこびりついている。第3問、はいはい、あー、さっき行かれてる闇。あ、闇じゃない。あれ、ちょっと闇じゃない。いや、わかる。闇闇っぽいなって、みんな読むの早いなって思ったけど、闇闇じゃないんだ。ガバイトも、あれじゃん。なんか、そういうの好きじゃん。うん、多分ね。そういうの好きなポケモンシリーズなんでしょ。でも、闇闇じゃないよ。誰だ。でも、闇闇絶対こんな説明あったはずないんだけど。ね、
ニャースと奪い合いになるんでしょ。ニャスパー違うか。これ分かった。闇カラス。詳しい。普通に詳しいやつ。普通に感動してる。闇これカラスの習性でしょ。ああなるほどね。博識やな。闇カラス好きなポケモンだけど普通に分かんなかったもん。あー不幸を運ぶと言われている、うん、これは闇カラスだな。いやー危ない危ない、いやー危ない危ない。たまたま当たってよかった。たまたまなんかさすがに今実力でいいじゃん。謙虚やな。謙虚だな今日。では第4問。何これ。おーおーめっちゃ、はははは。何を言ってんの。これちょ待って牙でしょ。これアルセウスの図鑑説明でしょ。ヒスイウインディ。おーやった。うわーやられた。なるほどね。あーなんだこれって思ったけど、そうかアルセウスの図鑑説明か。やった正解した。あこれ2個目3個目はウィンディってことね。わかるな。2個目と3個目のウィンディわかるな、うん、アルセウスの図鑑説明全然読んでないな。中間発表すると、切ない A0 1ポイントずつでヘルピンさんが2ポイント。どうする、やばくない。本当に今回ついにヘルピンさん勝つ。普通に早いなって感じなんだけど、うん、いやでもな強いなやっぱ2人とも。まあヘルピンさんから1点取れてるだけでねすごいからね。うん確かに。第5問。弾の角旋風のように。はい全然わかんない。神剣違うか。角頭の角、鋭い刃。はい、カポエラ。そんな、刃かあれ。角が刃で、でも早く動くやつって言ったら、なんかね、全然早くないやつばっか思いつくんだよな。押したいけど全然押せない。2個目待とうかな。まだヒントが足りねえな、これ。はい、アブソル。あー、なるほどね。違うかい。いや、もう一個見て、もう一個見て。はい、ビリジオン。あー。ビリジオンに角なんてあったっけ。これね、テラキオンの説明を先日たまたま見ることがありまして、テラキオンって伝説で語られてるポケモンみたいな、そんな説明やったら、おなんかそのシリーズじゃないだと思いました。受験勉強してるやんちゃんと。いいじゃん素早い。うーん S みんな一緒やけど。まあね確かに。第6問。これ答えたいな。俺はねニドランに見せかけて違うんだよな、多分な。なるほどね。ミツハニー違うか。はい。なんかシンプルにニドリーノ。まあ、試しに。まあ、試しにね。引っかかってあげるってやつ。まあ、これで合ってたらちょっとしょうもないからね。ただ、まあ、問題出してる人だな。そんな素直じゃないか。僕と違って。でもこれで、いや、さすがにニド系統違うか。ニド系統の卓芸かなと思ったんだけど、さすがに違うか。じゃあ置いとくか。はい、わかった、わかった。これはわかったわ。やられたか。シードラ。オッケー。やられた。これ黙っとくべきだったな。これはでかい。試しに押すんじゃなかった。これはでかいわ。シードラって男が子供育てるんだ。あと毒のトゲっていう。あ、そうそう。ヒントか。そう、特性毒のトゲだからだね。では第7問。どうもの。わ。これ見たことあるんですよ。これ見たことある。ムーマ。ああ確かになんかそれ当たってそうやったけど違うのか。なんかね、こいつなんて思った気がするんだよな。いやー押したくないなこれでは。いやちょっと1個目で押して2個目に行くと不利な気がして、押したくないんだよね。おい早く押せよ、おもんないぞ。いやこれは押せない。おーい押さないです。え、はい、あちょっと待って、やばい、ちょっと普通にどうするした、ポケモン名を。僕ね、おい、俺頭に浮かんでたんだけど。あ浮かんでた。そう、草ゴーストっていうそのまんま。早押しで押さないのおもんね。今何対何を。ヘルピン A0、3点で、俺だけ1点。で、次ラスト。まあ、最後答えた人が優勝にするか。まあ。今までね、まあ僕が同じようなことを言ってきたので、いいでしょう。謙虚や。最後、じゃあ252点。252点。じゃあ第8問。最終問題。あ、はい。早い。これ、当てます。はい。もう押した。それだ。すげえ。バルキーだと思ったよな。ああ。押したな。すごいな。天才やった。さすがに早いな。これは覚えてた。この何回を倒されても諦めずはこれいつの時代？ルビーサファじゃない。そうだよね。いやそうこれなんかそう見たことはあったから。というわけでポケモン図鑑説明クイズやっていったんですけど。え？なんか聞こえてる。え？怖い。結果としてはヘルピンさんが255点、はい、A0 が3点、私、切ないが1点ということで、ヘルピンさん優勝。はい、余裕。
はい、余裕帰ってきた。問題がちょっと簡単やったかな、今回はな。お帰ってきたな。あ、勝ってしまった。勝っちゃったね。あ、軽く。あれ、謙虚は、謙虚どっか行った。もう目的達成したから、謙虚な姿勢によってこう運気を引き寄せるという。運なんかいい。これでまあぐっすり眠れるを、眠れぬ日々を過ごしてたから、ずっと。おっしゃ、めちゃ喜んでる。はい、ここまで喜んでくれてね、うん、俺たちも嬉しいです。とても頑張った頑張った。いやいや、お二人もやっぱね強かった。あれ、やっぱすごい。あの、お二人はすごいけど、まあちょっと今回はたまたまね、僕が勝ってしまいました。ありがとうございます。いや、ちょっと僕のポケモン愛が神一重で勝ってしまったようです。でもありがとうございます。図鑑説明知ってるって普通にポケモン愛してるよね。確かに普通に早かったね、うん、いや最後とかもポケモンという生き物を愛してるよ。もうこのゲーム好きなんで、対戦怪人って言ったらね、対戦データとかにしか興味ないんでしょって思うかもしれないですけど、うん、全部が好きなんです僕は。今回はその様子を見せることができてよかったかなって思います。本当にありがとうございます、うん、愛を感じたねこれ。ヘルピンさんのね、今回の動画ヘルピンさん締める。ではこれからもためになる対戦動画や解説動画をアップしていくので、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。お願いします。